から入っていくと思うんですよね。では、その商品を広げていくには、活動していくにはどうしたらいいのかというと、それは商品やアイデアを掛け算していって、それを知識や経験で試行錯誤しながら少しずつ少しずついろんなことを試しながら出していく。そして自分の型を作っていく。それしかないんですよね。ただその時に掛け算をする時にパズルのピースをどんどん埋めていく時にとても大切なものが想像力。どこから湧いてくるのか。自分の中にある卵巣なんですよ。生み出す卵のところは卵巣の活性化に大きく関係している。東洋医学、そしてチャクラ、オリジナルを作れる人になるにはどうしたらいいのか。